始まりました。しゅうちゃんオートです。本日はですね、令和グラチャンですね、山陽オートで行われている2日目でございます。今日はですね、こちら川口オートレースに来ました。まあ、場外発売をしているということと、あとはですね、ちょっと最近車検が不調ということで、初心に帰ってちょっとジェットさんにね、いろいろ教えてもらおうというふうに思ってきてみました。今走路の方を見てみると、ちょっと見えるかな、こう選手の方々がですね、こう散歩したりですね、おのおの、まあ、いろんなことをね、こうやってること、これ普段見れないですよね。練習以外のことなんで、結構なんか皆さんやってたりとかしてます。まあ、そんなような形でね、今日一日やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、このレースですね、このレースはですね、7番の笠置選手、あと8番の有吉各君、こちらから勝ってます。今日はちょっとおとなしみになります。3秒切りました。ジェットさんの横で見てます。7、8、いけ、スタートしていきました。稼ぎった。2番の村田が外から1コーナー、タック乗っかれ、攻めてくる。1番の竹中、2番手走りになりました。うわ、8番の有吉が1コーナーで落車となりました。マジか。8番有吉落車です。7番の笠置ですが、ここ4番打診、5番の人に上がってくると、4番早くね、6番の乗り越えは、うわー、0から2番の高田がいました。1番の竹中が2番手になって、3番の金山、粘れず7番の笠置と速攻展開、5番の人がその後ろになっています。4番の早くね、6番の森本、ここは6、7番で競っている。4コーナー立ち上がります。飛び越え。2番高田のレース、1番の竹中が逆転を狙う、外に振ってインコースが入れない。7番の笠置が1番の竹中のところを狙ってきています。笠置です、切り返す。ここは22匹同期対決、飛び上がってこい、飛び上がってこい。笠置が捉えてきました。先頭7番の笠置です。2番の高田が2番手になって、1番の竹中入ってこい。この位置は4番手です。離される5番手に6番の森本、3番から山、さらには4番早めで、ここは止め入れ、止め入れ。2番で飛び込んできました。1コーナー上がってきた。4番手から一気に2車かわしていきました。5番1人が2番手に不調となっています。1番の竹原が逆転で3番手、2番から4番手になった。先頭7番の笠置が抜け出して、青原が1周目、そのまま。1コーナー飛び込んでくるのは6番の森本、2番の高田のところが上がってきて、この4番手以上です。レースを作っていた2番の高田ですが、5番手に下がりました。7番の笠置にアタックできるか、5番1人逆転は無理か、厳しい。7番の笠置です。5番1人、ですね、このレースはいつもあったら藤岡選手を買うんですけど、あんまり今日よく、ね、見えなかったんですよね。で、ジェットさんのおすすめ5番だったんで、5橋頭で買いました。6レース20戦の B です。スタートしていきました。松山行け。突っ張れ。しっかりと前を展開。5番松山が20番、残れ。松山、7番の藤岡狙っていきます。6番の岡部が少し遅れ加減ですが、インコース狙ってくると狭いところこじ開けて、6番の岡部が5番のところまで飛んでこられます。レーサー2周目、すぐ後ろ浦田慎介の姿は7番手あたりか6番手あたり後方です。2番の番田がトップを奪って、3番の星は2番手か、6番の岡部速攻展開でインコース上がってきます。早いなー。コーナーコーナーで6番岡部が技を見せつけている。レースは残りの星を切っていく。先頭2番の番田です。6番の岡部が2番手から、3番の五所が追走して、8番の浦田慎介、人気の浦田が4番手の位置です。ここは同期をインコースからかわしていくのか、3番手五所、8番の浦田がインコースから上がってくるところです。先頭6番の岡部抜け出しました。2番の番田2番手に交代、8番の浦田3番手、その後ろ3番の五所、5番の松山追走して、7番の藤岡通した、1番の高橋4コーナー立ち上がります。いや、岡部が一番安定してるわ。8番の浦田が2番手浮上となりました。2番番田がレースを作りかけていったんですが、3番手交代、その後ろ5番松山の姿です。6番岡部、8番の浦田、4コーナー立ち上がって、残りは1周、最終周回です。人気の浦田2番手までか、6番の岡部
鮮やかに早め早めに前に行きました。6番の亀が団長、8番の浦田が2番手、2番バンダその後ろ、5番松山と続いて4コーナーが立ち上がりました。6番の岡部が快勝です。さあ7レースですね。このレースはですね、3番の高田選手、あとは5番の尾形さんですね。こちらを2社の後まで勝ちました。あとは京阪勢、中田圭一郎さん、池江さんだけ来れんのよ、来れんのよ、来れんのよ、さあ池江、さあ池江、さあ池江、よし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 、3番は中田圭一郎さん、展開えぐってきた、2番手が上がっています。5番バタも20メートルが壊し、4番が上がってきました。6番松本もついていく、1段目を打ちます。いやーへっこんじゃうなんで、ね、6番松本が背負って上がってきて、篠原は速攻展開か、1度1コーナーの送り込みで、ここはまだまだ残ってる位置です。うわーもったいない。2番竹中修司、10戦単独から前を答えていきました。3番中田圭一郎の戦い、6番松本20戦から抜け出しています。2番松本ができない、さあ3周目です。いやこれ3社抜けるわこれ。うわーもったいな、参考で行き分かったんや。4番手ですが、4番の阿部、そして篠原ですが、渡辺のバッテリーチだ、渡辺が下がっています。さあ今竹中修司、3番の中田圭一郎、さらに中田の松本です。いや松本抜けないと思うよ、これ多分このままで。2番手3番手急接近なんですが、松本さん上がるでしょうか。車を落ちに向けたいところ、まだ入らない、連鎖さんと一瞬切っていく。竹中修司が逃げ出せだ、焦りつながる競争を見せている。3番中田圭一郎、失速されせんでしたが、これはスタートからといって2番手守ってる競争です。3番手が続いてですが、6番の松本、そして4番手が接戦するのと、いや入れないや、早くも残りは一周です。篠原淳飛び込んでくる。ここは4番手まで、先頭2番竹中修司リードがほとんどありません。中田圭一郎がさあここで穴が横を出すでしょうか。2番の竹中が次が出て1枚入った、松本が1枚入っている。2番竹中がそこを刺さる。さあ8レースですね。このレースは3番と4番ですね。福永選手スタート残せればね、これ頭まであると思うんですが、まず穴見選手、あと岩崎選手ですね、その辺を中心でまずスタート。3番と4番どちら中か、3番いけ、残せ残せ残せ、3番残せ、伸びろ、おお3番伸びる、20戦です。穴見がスタート前まで行きました。3番抜かせ、3番の福永が2番木村よりも先に行きまして、穴見のスタート残しました。3番の福永が2番手です。スピードある福永が前に行きます。20戦から久賀と通る、穴見の後ろにつけました。前田順よりも久賀と通るか、8番の中村雅人、6番手が後ろになりました。3番福永がトップを奪います。1番水崎、インコースは穴見和正、穴見が上がってくる、久賀は外を狙っています。水崎上がれ、すぐ後ろ5番前田、8番中村雅人です。久賀が来てる、残り4周を切っていく。福永隆史がさあ独壇場、ちぎる競争を見せつけている。2番手争い競っています。穴見が守る、久賀がまくるのか、中村も4番手まで上がってきています。3番手が時間が開いています。4コーナー立ち上がって、久賀がまくってくる、まくってくる、レースは残り半分です。久賀がまくって2番手浮上、4番の穴見レースを作りかけましたが、3番手交代、8番の中村雅人が4番手の位置、6番の岩崎良一、5番前田、1番三崎、2番の木村下がっています。4コーナー立ち上がって、レースは残り2周を切っていく。これまとめくるな、福永隆史だ。思想からいい状態でした。そして課題のスタート克服して、ご覧のようにちぎって見せます。3番福永隆史、トップゴール見えてきた。7番の久賀の、4番の穴見、そして8番の中村と、3番の争い、まくれないんだ。最終周回です。3番福永です。2番手下が飛び切っている。3番手争い、4番穴見を攻略となるのか、8番中村雅人がまくっていく。3番手浮上となる、車が戻ってこないよ、なかなか難しい。やっぱり3番福永してやっぱりビートです。さあ9レースですね。ここのレースはもうノブの頭、もうこちらをね、一つずつ消えていきました。
前田一郎、あとは京阪勢1番2番、あとは3番辰巳、スタート切ってけ、3位系辰巳系スタートしていきました。辰巳遅れた、辰巳遅れた、20戦から好スタートを決めていく。6番で吉原が乗っかっていきました。コメントとは裏腹に、ここは吉原恭介がスタート決めていく。晴れ晴れ晴れ、外から伊藤の方、7番の佐々木圭ですが苦しい位置、8番手からの競争になっています。01番石井大志、2番の山本正幸です。飛ばしていくのは石井と山本、京阪でゼロ争いに内潜り込んできた吉原恭介、一発決めてくるのか。4番西村龍太郎と、ここは3番で競っています。3コーナー飛び込んできました。2周3コーナー勝負ありと、6番の吉原恭介2番手浮上、すぐ後ろ4番の西村龍太郎、さらには8番の伊藤信夫です。1番の石井大志、リードはまだまだ5写真あります。2番手ですが6番の吉原恭介、前で追いつくのか。2番山本正樹、体勢を立て直したいところ。3番手この位置は守っていきたい西村龍太郎、車を内に向けて8番の伊藤信夫、7番の佐々木圭です。1番の石井大志、まだまだリードあります。5写真、なかなか先頭2番手車間が縮まってきません。6番吉原恭介、2番手がいっぱいなのか、前に追いつくのか。3番手も2番山本粘っています。4番西村龍太郎、レーサー残り2周を切っていく。焦点は3番手争いになったんでしょうか。少し離されている2番山本正樹、4番手西村龍太郎もいっぱいいっぱいの状態から3番手に上がってきました。ここは根性でインコース上がってきた4番西村龍太郎です。そして伊藤の坊、佐々木はどこにいるんでしょうか。なんと5、6番手争い、青旗目にして最終周回です。佐々木圭がようやく上がってくる。4番手伊藤の坊も5番手浮上となった。道中佐々木が伊藤を逆転したんですけど、4番手がいっぱいの状況。先頭1番手石井大志、まんまと逃げ切って連勝ゴールを決めてみせる石井大志だ。10レースですね。ここは前者頭、あとはね、10秒前半切っています。男女1期同期対決、6番7番ですね。前ちゃん頭でいってほしいな。3秒前、スタート12秒、7、6、10レース、10秒戦 A、 スタートしていきました。前ちゃん伸びろ、1番の原本がスタート決めました。もう2番の山浦、ゼロ枠慣れてスタートを切っていきます。6番の丸山がスタート先制、7番の佐藤真也、同伴2番手になりました。全体の4番手です。5番田村、その後ろ8番の木村、6番手、3番松崎、4番中田も抜けています。レーサー1周目に入っていく。1番の春本が伸び返しています。2番山浦、インコース覗きかけたが入れませんでした。6番の丸山聡がスッと上がってきました。1番春本、そして丸山が山浦のインコース上がってくるところ、山浦も抵抗しておりますが、丸山聡が2番手上がってきている。すぐ後ろ7番佐藤真也です。1番春本が先頭です。丸山が2番手、車を切り返していく。ここが入ってこれるか。伸び返すのは1番春本ですが、丸山がトップを奪いました。丸山聡がトップ、1番春本、その後ろ7番の佐藤真也です。レーサー残り半分を切っていきます。先頭丸山抜け出しました。1番春本が抑え役になって2番手、7番の佐藤真也が1番の春本インコース狙ってくる、狙ってくる。狭いところ入れるんでしょうか。ここは接触転倒、マジか。なんと接触転倒してしまいました。6番の丸山が抜け出しています。そして2番の山浦、さらには8番の木村武史です。早く、いや、赤旗が出ています。なんということでしょうか。さあ11レースですね。このレースはもう慶一郎の頭、そこから勝ちます。あとはね、京阪勢1、2、3、1、2、3、ここがね2着3着目残ってくれば後輩と後輩と続いてます。慶一郎まずスタート、いけよ、スタートしていきました。3残せ、王さん行った、しっかりと後ろのスタート残しているか。4番の中田が前まで行きました。今鈴木正光が5段踏みました。ここは4番手発進です。岩田博臣よりも4番永田が気合のスタート決めました。慶一郎どうだ、慶一郎どうだ、さばいてけ、さばいてけ、さばいてけ。4番の永田です。鈴木慶一郎は中段5番手に車を押し上げました。2番鈴木正光がその前4番手にいます。7番の松尾、5番岩田が下がって、慶一郎ここからここから4コーナー立ち上がります。3番中山道路が抜け出しました。うわこれ早いな、
1コーナー入ってきたのは4番永田です。1番の中野が3番で滑った、8番の鈴木圭一郎が3番で浮上、7番の松尾博美も4番で上がってくる3コーナーです。抜け出しました3番中山徹、インコースは鈴木圭一郎が圭一郎圭一郎インコースから上がってきています。さばいてきました8番鈴木圭一郎が2番で浮上、4番永田が3番で、7番の松尾博美がその後ろになりました。先頭に乗って30メートル以上リードがあります。3番中山徹です。レーサーの分2周を切っていく、セーフティー乗りだったか。2番から先8番の鈴木圭一郎が一歩リードも、4番永田が食らいついています。永田が逆転するでしょうか。7番松尾博美が4番手から前の2人を見ています。いやーこれ3逃げるわ。コーナー立ち上がって青畑目にして最終周回です。うわスタート3番早かったな。速攻鮮やかでした。3番中山徹です。トップゴールが見えてきました。2番手は8番鈴木圭一郎がしっかりと取り切っています。今日の鈴木圭一郎は2番手までということになりました。4番中田、7番の松尾がその後ろになって最後の直線です。3番中山徹です。圧勝し実習レースですね。このレースはもう周辺の頭が一応勝ってます。だからね、立ち枠はね結構難しいんですよね。あと京阪勢とあとは岡松選手が行くか。周平系スタートしていきました。4番の渡辺敦史が渡辺が行った。渡辺が行った。宮田も伸ばしていくところです。6番の三浦飛龍も外から行きます。8番の青山周平ですが、まずは7番そこ入れ、そこ入れ、そこ入れ、周平入れ。コーナー競りかけるところです。渡辺敦史、3番の神谷田とここは競っています。少し流れている。レーサー2周目に入っています。よし、鍋安の巻く。竹本です。2番を鎌瀬、鎌瀬、鎌瀬。しっかりと後ろのスタート残しました。鎌瀬、鎌瀬。攻め上がっていけるかどうか。うわー、ちょっと滑ってる。うわー、そこ入れ。渡辺、8番の青山、すぐ後ろ、5番手2周の3コーナーです。3番の神谷田がインコース狙ってきています。前は岡松に変わっています。神谷田が2番手の位置、4番の渡辺敦史ですが、神谷田の外に車を持ち出します。引っかかれ、引っかかれ。8番の青山周平が4番手の位置です。先頭2番の松井、そうだ、そこで引っかかってる。そうだ、周平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 来た。8番の青山周平が少し流れると、車は打ち抜けますか。残り半分です。3番神谷田のところ、入りきんない。8番の青山が上がってくる。4番の渡辺と5番の男美、3番神谷田、4番渡辺、8番青山が競っています。青山4番手、4番の渡辺が逆転成功か、前に行きます。レーサー残り2周を切っていく。かませ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 なかなか岡松攻略といきません。今度は外に車を持ち出しました。8番の青山がすっと内側に回り込んでいく。一気にかわしていく。回れるのか、回れるのか。青山しっかりと回ってトップに立ちました。青畑目にして最終周回です。テクニック見せつけました。8番の中山周平、そして岡松も見事に勝った。よし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 。さあパンチ件数ここは下がってしまいました。4番渡辺が3番手浮上だ。8番青山周平連勝が見えてきた。うわーでも8人呼んだ、すげー。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。最終レース熱いレースでしたね。いやね、これが山陽オートだっていうのがよく分かりましたね。あっさりとやっぱり周平が入れない、やはりそういったことをですね加味しながらまたやっていかなくちゃいけないのかなというふうに思ってます。ということで本日は週刊オートですね、山陽放送で、令和、グランドチャンピオンカップ、こちらの方をオープンさせていただきました。またね、チャンネル登録を皆さんよろしくお願いいたします。今日も一日ご視聴いただきましてありがとうございました。